はい、皆さんこんにちは。ラクトップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでもお役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録、評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。それでは本日のステップいってみたいと思います。はい、せーの。それではステップの解説いきたいと思います。私、右足のスタンプから入らせてもらいます。で、今日はですね、スタンプとステップとホップ、これだけでね、しっかりリズムに乗って楽しんでいこうというのがテーマになってます。ですのでね、今日は気楽にリズムを楽しんでほしいかなと思います。やることは至って足踏みばっかりですので、覚えていけば大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは行きましょう。右足からトントントントトトトトン、もうリズム込みでいっちゃいますね。せーの、スタンプ、ステップ、ステップ、ステップとホップ、ステップ、ステップ、ステップとなります。リズムはもう今やったように、タンタンタンタタンタタントントンとなります。そしたら次、全く同じこと左足からやるだけです。せーの、タンタンタンタタンタタンタンタン、せーの、タンタンタンタタンタタンタンタン。そしたらもう一回右足同じこといきます。せーの、タンタンタンタタンタタントントン、せーの、タンタンタンタタンタタントントンとなります。じゃあ一回ね、ちょっとここまで頭から続けるとどうなるかやってみましょう。5、6、せーの、ハハ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 ハとなります。5、6、せーの、となります。そしたらラストブレイクで、左足ステップとホップですね。タタ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 タ、せーの、タタンタトンタタンタトントンとなります。おそらくね、大丈夫なんじゃないかなと思います。これでね、今回のコンビネーション以上になります。一回ね、頭から通すとどういうリズムになるか、一回やってみましょう。はい、6、せーの。となります。もうね、本当にステップ、スタンプとホップ、これだけで、ちょっとリズム作ってみましたので、ぜひね、なんか音を鳴らすというよりもリズムを楽しむといったところを楽しんでもらえればなと思います。それではちょっと早く練習いってみましょう。はい、6、せーの、はい、6、せーの、せーの、はい、6、せーの、
ります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲で行ってみましょう。はい、それでは曲で行ってみたいと思います。はい、せーの。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、せーせーの。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、今日のコンビネーション何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。はい、それでは本日もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今日のステップのワンポイントコツいきたいと思います。今日ね、やることはすごく単純ですぐ覚えれて楽しめると思うんですけども、一個だけ注意してほしいのはやっぱスタンプとステップをしっかり分けるってことですね。最初の一発目だけがスタンプで、あとはステップステップステップとホップステップステップステップです。で、次のワンでもう一回スタンプ、要はアクセントがドンタンタンタタンタタンタンタンっていうリズムが聞きたいですね。これがドンタンタンタタンタドンドンドンとかではなくて、ドッタッタ、このスタンプとステップのこの音のね、アクセントの違い、ここをしっかり押さえてもらえればあとは大丈夫かなと思います。このステップですね、いろんな曲で簡単に使えますので、ぜひね、このリズムに乗って楽しんでもらえればと思います。で、なぜ今回このステップやろうと思ったかというとですね、ネットフリックスですかね、それでやってる浅草キッドでね、柳楽さんが軽い感じですごく楽しそうにね、踏んでいたのを見てね、やっぱタップダンスってこうだなと思いまして、やっぱね、ちょっと基本に立ち返ってステップだけでリズムを取るっていうところをちょっと今回ご紹介させていただきました。ぜひね、いろんな曲でこのステップやってみたらいいんじゃないかなと思います。そしてですね、もしね、ネットフリックス見れる方がいたらぜひ浅草キッド見てください。とても素晴らしい映画になってます。タップのシーン見るだけでもすごく面白いんじゃないかなと思います。映画の全体的にもですね、とても素敵な作品になってますので、ぜひネットフリックス見れる方がいたら浅草キッド見ていただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。